ほら最高。うわ、かっこいいこれ。それかっこいいよね。 80s。 はい、今日はお買い物企画です。僕があのチョッパーを手に入れてからやりたかったことシリーズ、アスに行って古着を買おうかなと。あの秋冬のまあものとかをちょっと買って、古着をたくさん買ったら、その古着をここの CC バーにこうつけてぐるぐる巻きにして帰るっていう、それに憧れてた。そこまでをやりたい。これがやっぱりチョッパー乗りとしての買い物なのかな。じゃあ早速行きます。結構行ってますよ。わっしゃ。ちょっと びっくり価格の、はい、はい、アスに着きました。はじめさんのチョッパーね、洗練された、無駄を一切排除したハイセンスな。ほら、このデカール見て、これ俺が持ってるのと一緒で、貼り方教えてもらってで、一応なんか大体僕着いたらあそこでコーヒーを買ってゆっくりして服を見るっていう感じなんで、そこ行きましょう一回。はい、コーヒーゲットしました。うーんって感じ。今日はね、ちょっと買っちゃおうかなと思ってますね。最近はちょっとね、この撮影があるから来ないようにしてたの、少し。だからその欲が爆発したかもしれない。で、ここでこうやってみんなやるんじゃないかなっていう。はじめさん、お願いします。はじめさんです。はじめちゃんです。そう、明日はレンさんから教えてもらったんですよ。あ、最初に。最初は。そうです。あ、そうなの。それで、はいはい、山田さん絶対好きだと思いますよ。はいはいはい、はい、で来てみたらもうハマって。なるほど。まあ、そこから車とかバイクで三八とかで来たりとかしてたんですけど、これを手に入れたらやっぱ明日に買い物に来るっていうのは、僕はもうやりたかったのが一つ。お願いしちゃいました。どうぞ。そのままじゃあ行っちゃいますか。はい。うん。行きますよ。説明しながらって俺店員さんじゃないからな。なんかネイビーのベストみたいなのあったっすよね。あれね、全部売り切れちゃった。そうなんだ。そう。でもまた一応入ってくるんで。あ、本当そうそう、古着を解体して何種類。それが、アスはなんか、やっぱすごいな。オリジナル多いですよね。そうだね。それがかっこいいんだよね。だけじゃないっていう。そうですね。あ、これフードの。そうそうそう。カードのフードをリメイクして。これはシートの。そう。それこそ先日の名古屋のランで、これのアーミーの方のバッグあるじゃないですか。あれを後ろに巻きつけて。落っことして、あ、あれ落っことしたんだ。はい、トラックに踏みつけられてボロボロ。ガーソルマフラー落っこって、ジュットに、ね、ジュットに踏まれたことあるんだよね。めっちゃ頭にあるやつですよね。そうそうそう。マフラー落っことしてる。すごいパーツなんで、こういう感じ。これがマフラー。こっち側がリアだったから。いや、フロントだな。これ確かフロント。フロントが抜けたから覚えてるけど。しかも、しようとした瞬間踏まれたんですか。そう、しかもこのバイクが本当に一番最初の形の時に落ちた。あ、そうだ、15、6年前、15、6年前に落ちました。もうぺっちゃんこ。この時からでも乗ってんだよ、はじめさん。そう、すごくない。あ、これもあるじゃん。
あ、バット柄ね。これ可愛くない？あ、これいくな多分。じゃあここら辺とかもあの全部オリジナルですもんね。そうですね。こういうなんかフレームですね。そう。そう。これなんかは初めて来た時とかもあって。アイアンクロスがこんなに贅沢に使われてる服、こんなのあったらいいなみたいなのがあるじゃんみたいなふうに思ったパンツ。これショーツ2個持ってる。おー、ありがとうございます。これはちょっと試着決定でいきましょうよ、うん、ちょっと汗出るやつがいいか、いや、なんかそうっすね、濃い方がいいとか、なんかトラディショナルコートっていうジャケットがあって、多分それのジャフードなんだと。あ、そうなんですね。そう、これこそそのジャケットはよく着てるじゃん、これ冬。あれつけようと思えば、この色はやっぱ好きなんだよな、この汗で、うん、ベージュって。あ、いいよね、ダックのやれた感じ。そうですよね、うん、でしかもこれこうやって簡単にしまうんですよね。そう、キュッと引っ張って、どっちでしたっけ、ここか、これをこうか、こうやって引っ張ると、でこいつを引っ張ると溶けるっていう、ロックが外れるみたいな。これも結構感動したポイント。気持ちいい。そう、ガチャってやるしかないのがさ、こいつを外して、うん、こっちも外してひっくり返すと、利き腕が、左腕の人がこう引っ張りたいとか。あ、そうなんだ。反対にもできるっていう、一応すげえ、どっちにも。やっぱこうバイカーだからなんかバイカー、そうっすね、どう考えても。そうっすね、うん、あ、これも持ってるし。あ、そっちのタイプ。これはあの子供、あ、子供用に使ってます。あ、幼稚園に行く時もこれだし。子供入れて、子供入れて、違うね、入れて、顔出してとかじゃないよね。バンダナとかもなんかバイカーって結構なんかつけてる人いますよね。ハンドルで巻きつけたりとかね。なんか、あれはかっこいいから、多分飾りじゃないかな、あれは。これ昨日俺のお客さん持ってきてた。うちで髪切って明日に行くっていうお客さん多いんだよね。男の子。あ、ルーティーンでね。あ、これも持ってる。ハイウェイと古着のコラボ、うん、一応それはうちにしかない。そうですよね。そう、意味でっていうか。でもこれこのボディに入れるっていうそのチョイスもあるわけじゃないですか、ボディの古着の、なんかそのワークシャツにね。そうですよね。そう、それがこうやって全部バランス取れてるのすごいね。あ、そうだ、この辺にあった俺のまだあるかどうか、インデペンデント、あ、Tシャツ、Tシャツなのかな、白で後ろにでかいアイアンクロス。あ、そうです、売れたっすかね。なくなっちゃった。何売れたか。バカな。我慢して買わなかった。我慢しちゃダメなんだよね。古着ってそうですよね。そうなんだよね。結構そういうの多いよね。こんな都合よくあるかって。これでしょ。いや、これいいね。これ。これ遊んじゃってる。ちょっと着ていいですか、じゃあ。ああ、いいよ、全然問題ない。サイズ感も良さそうだよね。これは多分いいと思いますね。うん、ああ、これいいな。ちょっと太めのシルバータブみたいな感じで履いても多分可愛いし。表記は XL。あ、これですか？ぐらいかな。違うかな。
80年代とかあんまでかくないんだよね。ああそうっすよね、うん、あとこの音質がこのペライのがいいんだよな。あのリバースウィーブとかと違う、ね、はい、軽いのだとあの髪切るのもしやすいしあのバイクでもすごい軽い方が楽っていう。あサイズ感いいね、肩の内具合とか。このデカさがいいよねこの、うん、プリントのドーンっていう。これいきましょう似てる。そうこれいいよね。これイーグルの目だったらちょっとまだ違うのかもしれないけど、このゴーグル感が俺がこうなりたいみたいな。こんなにあるんだよハーレーティー。もうこういう風なのだったらこうやって目つぶってこうやってここにこう入ったのを取るって買うとかもいいと思うけどそんぐらいなんか全部かっこいいと思う。これやっぱりその全部こう見て選んでくるんですよね。まあそれそうか。そうだね。そうですね。まあ必ずしもハーレーティーだけがガバッてあるような状態でもなかったりするから。まあまあまあそうですよね。そう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 。最高。うわかっこいいこれ。本当かっこいいよね。80。これは高いやつだ。1万8000円ならまあまあ高い、まあまあね、高い方ですね。10年代だと結構やっぱ高いんだよね。これ最高じゃんこの人。そのお腹にハイマムがいいよねこれを目指していくってことですよね僕そういう感じになってくる感じだよね。この色いいよな。20年後にそういう感じになってほしいそうですね。完璧なサイズ感だったこれ。完璧かわいいこれ。なんかそのおじさんの絵がいいよね。そうっすよね。ちょっとゆるキャラみたいな。うん、ちょっとこの真っ黒に見えない感じがいいですね。ちょっと墨黒っていうか、はい、ちょっともうそうなっちゃったんだろうけど、うん、抜けちゃってんだよね。はあ、ちょっと待ってペース早すぎる。いいよこれも買ってたどんどん行こうよ。どんどん行こうよ。あんまり煽るタイプの人いないっすよ。そうラスイチだね。うん、だこういうのとさっきのあのバットマンのイージーパンツみたいなの履くみたいなのちょっとアスのスタイルっぽいっすよね。ラフなパンツとローテックスニーカーみたいな。ああ、そういう意味ね。ガラガラって意味じゃなくて。ああ、そうそうそう。穴開いて。これを結構こう大人がやってるのがかっこいいんだよね。これは皆さんこれ何でしたっけ？それはタウンクラフトっていう、まあ元々はアメリカのブランドなんだけど、この色良くない。このチャコールのアセタみたいな。ブラックを多分ケミカル加工して、あそうなんですか。そう色を抜いてる。これはじゃあこの状態で新品なんですか？一応この状態で新品だね。そう。よく古着でかっこいいよね色。通常そうやってポリエステルが入ってるようなポリコンってよく言われるような素材だと色が抜けないんだよね。あでもたまに古着でそういう風に抜けてるのがあって、そう。でそれをこう目指してる作ってるっていうか。なるほど。そう。コットン100だとほら色って結構すぐ抜けるんだけど、経年劣化しづらい素材なんだけど、まあそれが色が抜けてるとか時々出てきて古着で、それが妙にかっこよくて、それをこう再現してる商品っていうか。ああそうなんですね。そう、まあ、そこまででかくなくない？確かに、うん、多分色かわいいよね。いるわこういう人。サンフランシスコにサンフランシスコ僕の頭の中ではニューヨークにはいなさそうだよねなんとなくね。こう
やって、うん、こうやってあの紙袋に入った酒とか持ってこうやってあーいるね、そういう人いるねいいじゃんこれ、うん、しかもこれ7000円ぐらいだからちょっと安い、安いよ、安いですね、安いと思う。これでほら日本にいたらこれ誰か有名人だと思われちゃうよいいねこれね、うん、これかっこいい。ちょっと待って、これでバイクまたがってみよう。これでバイクまたがってみよう皆さんこれバイクまたがってきていいですか古着のポイントでちょっと自然光で見るっていうのは結構大事だと思う。自然光で見るのも大事ですよね。室内と全然違う。ちょっと言いますね。まあ汗はそんな暗くないけど。あ、これも汗買ったんだろうか。ありがとうございます。これでも結構使いやすくない？あ、使いやすいですね、うん。これがすごいでかいのよ。これがなんかいい。熱くなって開けたままにして乗ってます。そうですよね。あとなんかこう外したかパッてこの外れるのもいいですよね。この感じかっこよくない使い込むとこんな感じになる。これどれぐらいかな。かっこいい。2年ぐらい使ってる。見てこれ。これの XL だから、結構でかいと思う。全然違うな。これぐらいになるともう手の一部ですよね。これ治んないですよね、もうあ、踏まれたと思う。バキっちゃって、あ、いや、これあ、ここはまさかの無事なんですけど、もうここも多分曲がってんすよ、これ下がってん、はい、治んないかなあ、それ踏まれた。買い替えるやつですよね。買い替えるやつ踏まれた。踏まれて、やべえ、あそこバンキーのとこ入ったのって思って、ちょっと思い出に、いや、そっか、だいたい古着屋さんあるあるで、このカウンターにあるのは全部いいものっていう、うん、あれかっこいいな。デニム、うん、メモリアルタンクもかっこいいね。あのコットンの混率が高いから色が抜けてるんだよね、ヴィンテージのって。確かに今のやつともうアクリルになっちゃってる。ああ、そう、だからあと使い込んでもこうなる期待がない感じです、ね、なんないね、健康の。そう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 、素材的にね。そうなんだ。昔はコットンかウールだから、そう、確かに雰囲気がすげえ良くなるんだよね。え、これ初めてどういう時に使ってるんですか。これあのほらバイクにガバってかけて、ほこり、あー、なるほど、よけとか、この汗具合はこう、あの合いそうだよね、バイクと。まあ、ソファーとかにね、ガバってかけてもかっこいい。うん、すごいよな、こういうのって。なんかどれもどれでもさ、こうなんかちゃんと同じ E になって、この雰囲気になんないんだよね。なんないですよね。なんない。もっとこう、色味をパキパキして見ますよね。そう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 、光ってるみたいな。発色が良すぎるっていうか。そうですよね。そう、ちょっとあれに合わない。だからこれも多分絶対乗せたら、ああいうこれ車の中に置いてるのが、はいはいはい、やっぱりね、こういう方が合うもんね、ほら海はね、うん、広げてバサッとかかけてるのが、うん、ソッパーだから余計なんかもう急にヒッピー感出るんですよ。ちょっと出てくるね。70年代でなかなかないんだよね、ヴィンテージって。あ、そうなんですか。結構ない。うちはなんかあれば必ずこう仕入れちゃう。これ買っとこうか、一個、うん、
あっちにもあるよ。全部クリーニングはしてあるよ。はい。大きさは一緒なんですか？大きさね、様々。すごい大きいのもあるし、ちっちゃいめのもあるし。なんかまあ用途によってだと思う。ああ、なるほど。うん、キャンプとかでも使えますもんね。全然使えるね。ブランケット巻きつけたブランケットか、うん、この色はいいね。もうすでにここでこんな感じ。緑系。あー、緑系か。確か大きさはでかすぎず、こんな感じ。タッチの方が多分全然でかいかも。そうっすね、うん、あとなんかこのポツポツ荒さみたいなのも、うん、うん、いいっす。これにしようか、やっぱ、うん、そうね、なんかパッと見のあれってあるよね。あこれだからグレー系ですか、これ。それはグレー系だよね。どっちかっていうとグレー系がいいんじゃない。この端っこが可愛いんだよね、なんか古いやつ、長くて。確かに、そう、手足が、手足がなんか、ね、いいんだよね。うちのラングラーにもちょっと合いそう。うん、あ、車にね。あ、これも。あ、ジャージね。はい。トラックパンツ。最近上げてましたよね。うん、最近でもすごい売れるんだよね。あ、いや、そう。これかっこいいと思う。結構なんかロックティーとかさ、合わせたりとか、いい感じなんだよ。こういうのエンジニアで履いちゃうっていうのもかっこいいんじゃないかな。いや、ね、ちょっと新しいよね。だいたいまあ90年代、2000年代っぽいわっていう感じの年代で、80年代が1本だけあるかな、 ATP ってアディダスのジャージだと、これがまあ一番高いんだけど、高いと言われるヴィンテージなんだけど、それのちょうど下がこんだけあった。あ、それから多分ちょっと違うもんな、雰囲気。そう、なんかちょっと違うんだよね。ああ、この ATP って人気あるんだよね、古いやつ。ちょい長いか。まあ、切っちゃってもいいけどね。ああ、パーンってですか。いや、あの竹上げ。ああ、竹上げ。当たりも関係ないから。ああ、まあまあ確かにそう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 、この素材だとね。ああ、切れば。ああ、でもいい感じだね。ちょい長ぐらいか。なんかそのテロッとした感じがやっぱヴィンテージのその雰囲気がいい。うん、なんていうの、このテロテロ、うん、テロテロさ、多分ね、あと多分これ色もグリーン味を感じるような、うん、なんかいわゆるマッコンじゃないっていうか、結構パッと見でこうヴィンテージってこうなんか分かるような、うん、めっちゃいい。なんかテロっとした雰囲気がいいよね。綺麗めだな。うん、綺麗めだね。なんかドレスパンツっぽいっていうか、うん、意外とのエンジニアにもいいよ。いいですね。うん、なんか悪くない。で、着物しフレアなんだよね。シルクみたいな。なんかこう独特だね。ちょい詰めた方が多分いいぐらいなんだ。うん、竹ちょっと自分の好きな竹に直して。あえてジャージにしてるって感じが、うん、これだと伝わりやすいというか。なんつうの、ドレープ感っていうか、いいよ。あ、そうですね。うん、このって何の。多分これシャツとかでもいいと思う。うん、ちゃんと締めて綺麗めに着ちゃってシャツでこれみたいな。インするの危ないな。インしたらすげえ足長く見えるこれ。確かにね。まあこのラインのせいもあるよね。まあやっぱり値段と相応ってことだな。そうだね。確かに。まあ、レギュラーの3倍以上するもんね。まあそうっすよね。まあ3倍ぐらいかな、大体。多分そんなものだけど。でもジャージをそのいいものにするっていうその行為自体は結構贅沢な気がするな。うん、うん、そこを高くいくみたいな。ほら、めっちゃいいじゃんこれ。もうローズボール行った時の色してるもん。なんかロズボールの色っておかしいけど、最初入れる時にどれぐらいかな、多分そのトラックパンツを山を何百本で見て、中の1本しかないと思う、その ATP って。
だ元祖イージーパンツじゃない、まさにジャージとかトラックパンツって。そうっすよ ね、あとこれ美容師にはこれ髪がね多分サラサラ落ちるからいいんだよねいいの選んでるよ今日は多分着々と これとかなんか可愛いぞ、ボーン。あ、ファーとこうだ大好きな俺このキャップ3つ持ってるからね、うん、90年代のキャップ、うーん 90s キャップってやつ、オールドの。やっぱ 90s 2000年代みたいなのあるっすよね、今ちょっとトレンド的な、あー 90s Y2K みたいな。今多分時代的には2000年にこう90年代、ああそうっすよね、ちょっと流行りっていうかノリがね。だからあの髪型もなんかそれっけあるんですよね、あその当時の2000年前後金沢とか反町とかの決めてない感じの、ちょっと力が抜けてるみたいな。そうなんですよ、ああいうオーダー多いっすもん、ね、はいはい、この辺はアメリカ製のリッキーズとかヘッドキャップとかを集めてるエリアかな。へえ、そう、これもっすか。そう、それも全部アメリカ製の頃のリッキーズかな。874ですか。そう、なんかやっぱ違うな色が。そう、今このネイビーはディスコンでもう作ってないよね。ああ、うん、もっと濃いネイビーになっちゃったんだよね。 あとね、この触り心地が全然違う、やっぱりテロテロ具合がね、ああ、チノって感じがあって、現行のってやっぱり硬いよね。そうですよね、やっぱりテカリもあってみたいな、スラックスっぽいのよ。本当だ、もう見た目で違うの。あ、これあれか、これを言ってたのか、はじめさん。そう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 、裂かれちゃってるのもあるんだけど、なんかこうサイズを、あ、これなんで解くとこうできるんでしたっけ。そうそうそう、これがそう、まあ同じなんだけど、こういう風に縫われてて、ここをほどくと、まあ1インチぐらいかな、うん、大きくなるんで、こういう風になってる、こうウエストが。こういうの面白いよな。そう、昔はちゃんなんかね、ちょっとあとなんかこの手が、ま、股のとことかもなんか。そう、マチがついてる。ああ、でさ、なんかどうせだったらそういうのがいいとかやっぱ思っちゃうんだよね。なん、そうね、別に、うん、伝わらないのにまあそう、自己満の世界ですね。解くわけじゃないけど、うん、そう、いや、本当そうなの。解くわけじゃないんだけど、しかも誰かに言うわけでもないし、ね、タロンだしね。そう、あのチビタグじゃないとなってないから、このチビタグだとこっちのが古いんだけど、これだとここに町がひし形にこう入ってるんだよね、こうやって。あれ、これなんでなの。これ多分股先が防止できるのと、強度っていうか、多分あとは動きやすくなるんだと思うんだけどね。これがこう風に縫われてるよね。確かに確かに、そう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 、町があることによってちょっと手が込んでるっていうか、だからなんかそういうのって昔古いものの方が、まあ、だんだんこうコストを下げていくために、そうですね、素材とか、そうこういう手間を省いて、金具とか、おそらくそういうとこだと思うけどね。安くだから残るんだろうしね。うん、うん、ああ全然違うよこの感じ、うん、なんかテロッとしてていいよね。はあ、うわすげえ、これもふわふわ、もう全部ふわふわ、もう柔軟剤なんじゃないかと思う俺が知ってるディッキーズとかでもやっぱ違うわ。でもね、今本当に値段が上がったよね。そうですよね、今もう多分2万円ぐらいじゃない、おそらく2万前後じゃないかな、世の中的に。昔は5000円ぐらいだったんですよね。そうですよね、うん、でもね、物が本当もうない。これもね、欲しかったの。かっこいいよね。かっこいいですよね、うん、持ってない、うん、これはもう、いろんな会社にサンプリングされてるよね。そうですよね、うん、それも最近いい答えが出てこないから、うん、
状態がいい個体っていうのはやっぱもう本当に物がないっていうかボロボロなのが結構多かったりとか。なるほど。ちょっとクローズっぽいけどちょっとだけこの腰で落とせる感じがいいかなと思って、うん、深いですよね結構股上が。股上深いね、かなり深い。この感じになるのがいいなと。それは結構好き。はい、これいいです、うん、そっちの31も一応試していいですか。うん、全然こっちもねなかったらちょっと長めかな。でもやっぱこれ履くと違うんだよな。面白いよな、うん、まあでもこれはこれでいいな、うん、それ悪くない。悪くないですね。やべ、むずい。これどうしよう。古着屋さんでのいいの見つけたっていう時に同じアイテムで同じぐらいの戦闘力のものを見つけてしまった時。まあ決定的に違うとこはジッパーだか、こっちかな。ジッパーじゃないですか。チョッパーみたいな感じでね。あ、いいね、この太さ、うん、よし、このちょっとバイクのとこ行こうかな。どうですか、うん、こっちじゃない、うん、これでしょ。おお、そのさっきのやつ。はい、はじめさん出してくれたジッパーの方なんで、うんうん、これがいいかなって。これだったらまくってても悪くないみたいな、うん、だと。なんかあんまりこうたまりすぎちゃうんだったら。ああ、そうですね。これで帰る。これで帰る。これもよくあるんですよ。すかさず自分のライフスタイルに溶け込ませるためにそのままで履いて帰る。自分が履いてきたパンツを逆に袋に入れてもらってもらって結構ある。あるある。この T シャツどうしようかな。それ着たっけ。着た着た。で結構やっぱいいサイズ感だった、うん、じゃあ買うか。このパンツを履いてみてないのか。ほら、これ、そう。めっちゃいいじゃん。じゃあこれ、それはサイズがない。27センチ。あ、7 9、うん、多分ちょうどいいかも。そうですね、6.5 か7なんで、うん、これはカップインソールのスケート仕様。あ、そうなんですね。そう、めっちゃいいじゃん。すげえ履きやすいよ。よし、これちょっと履いてみます。これはね、絶対いい。ほら、おー、いいですね。何柄っていうの。あ、こういう柄だよ。ああ、でもこのなんかサイズ感バラバラにしてるのがめっちゃ可愛いですね。そう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 。ブラウンもない。あ、そうなんですか。どっちもある。ラス1ずつだと思うんだけど、確かに。もういいな。あ、確かにね。そっちも合わなくないけど、これぐらいおとなしくてもいいのか。ブラウン。悩んでる。ブラウンにしとこうかな。ね。こっちにします。ブラウンで。はい。了解です。でこのねキャメルの T シャツ、ね、うちの相方さんがご購入ですね。いいねこれね。かわいい。このポケットの位置がいいよな。これだってさ、真ん中ぐらいについてない。この高さで言う。合計どれぐらいっていうか全くわかんない。このシャツいい。良さそう。
後で切んないやつなんだ。こんな感じでかい。こうやってなんか一番上まで締めてもいいんじゃない。良さそうだよね、こうやってダボって切るのも。で、このダボパンみたいな感じだったら。パタゴニアでした。うちの相方さんが買ったのこれ。ヴァルフローレのシャツ、これ襟も外してあってリメイクしてチャイナ仕様にしてある。これもアスオリジナル。なんかアス女の子におすすめだけど。アスっぽい格好いいよね。なんでいくらになるんでしょうか。さっきのデニムもチャイナになってたんで。ああ、確かに。そう、あれはオリジナルですよね。そう、でこれはああいうのがあったってことなんですか。そう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 、大体フランスで売られてたっぽいですね。フランスなんですか。そう。じゃあトータル、あ、ヨーザーこれもいいっすか。ちょっとうちの子ベイビーちゃんだね。パタゴニア、これ着てたら可愛いっしょ。なかなか、いくらなんこれもね、2000ちょいくらいか。じゃあもうこれはもうあれかな、うん、赤ちゃんにプレゼントかな。マジっすか。マジっすか。そう、そうだね、もうプレゼントはもうしちゃうもん。ありがとうございます。でですね、トータルトータルってことで結構結構いってます。よっしゃ。あのちょっと びっくり価格の174,680円でございます。超えてきたな。10万ちょいぐらいかなと思ってたんですけど、ね。結構行きましたね。はい、結構行きました。あの、はい、増えたのが結構あったんで。はい、了解です。まあ久々の買い物だから、ここで買うって決めてたんで。これもさ。いや、これは落ちる。これはまあ奥さんに新しいっていう感じするけど。そうですね。誰だこんなに買ったのは。それを持って帰るから機材も背負って帰ってくればいい。ああ、そうだね。どっちかこれに移してみて。あ、うん、それがいいんじゃない。でリュックにやっぱショーか巻きつけるか。あ、ショー巻きまでも巻きでも巻きつけたいんだけど、多分、ね、結構また同じことになるような気もしないで。まあ一回入れてみたら、どっちにしろリュックに入れるわけじゃん。こんなに買うから、まあ、という感じでだいぶ買っちゃいましたけど。まあ乗らないぐらいね。乗らない。ちょっと走り企画も欲しいですよね。ああ、そうですね。一視聴者としてはそうですよね。本当はその絵撮りたいんですよね。皆さんね、走ってるところすげえかっこいいから、パーツフィット感がすごいね。いやいやいや、パーツ化のような感じ。そうでもないけど。いや、それあるんですよ。だから撮ってもらえる人がいれば一緒にこうね、走るという感じで、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。